ま明日から死ぬ気で免許取ってくる頑張って免許か私も早く運転できるようになりたい免許は持ってるけど本当に運転できないから死ぬ気え死ぬ気っては読めたよ大丈夫大体の星は読めるの私安心して鈴葉わいかわいいわいかわいいわいありがとうなんか押しメのあの画像のやつ嬉しかった ハはー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 はマコ、ま、ちゃん何大体の星読めることそれとも免許持ってるけど運転できないこと免許持ってるけど運転できないんだよねペーパードライバー教習行きたい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 と言い続けてはや4年ぐらい経ってるどうしよう <laughs> でもさ 都内だとやっぱさ車乗る機会ほとんどないしなんなら私人生で車買うことないんじゃないのっていうふうにも思うわけですよ。駐車場も高いしさ。てか車がそもそも高いじゃん。ね。で車検とかいろいろ考えたら車を持つっていうことがとっても大変だから。 乗れるようにしても車乗らないかもしれない。まあでも、あれだよね。今はなんだっけ。レンタカーとかシア、シアカー、カーシアか。カーシアがめちゃくちゃあるから、まあ、そういうのとかでね、活用してくってのはあるかもしれないけど。でも、なんかレンタカーとかカーシェアだとさ、運転上手にさ、 なんかなるためにいっぱい借りて練習しないといけないよね。事故りそうだからメンバーとか乗せれない本当に2 <laughs> 二人でやってた時の最後の衣装かと一瞬思ったらさすがに違う,うん2人でやってた時は私水色だったからさそう今は青だけど水色だったからねそうそう。 岩金具コーンかわいい子ちゃん。コーン、コンコンコンコんン。青森どう楽しい美味しいもの食べれてるあ、嫌い嫌嫌嫌嫌嫌嫌やありがとう。のびのぶたん。ヒーロー様。ヤっクルおにこんばんは。東京から秋田まで一般道で来たら13時間かかって、やばい。鈴木氏こんばんは。ありがとう。 13時間運転したのしげちーこんばんは、ありがとう。星が読めること。いやね、星はね、読めてしまうんですよ、この私。ショールームを始めて、何年 ?4 年くらい。そう。もう私はですね、星が読めるようになってしまいました。<laughs> スーパーハイパースキマルちゃんスーパーハイパースキマルサイヤ人サキマルいえうれしみの嵐このままだとペーパードライバーで30迎えちまうなんかははいやー多分そうなる気するよねそうそうあと最近さ流行ってるやつなんだっけえっ、ー、とキックボード キックボードあれ免許ないと乗れないけど私あれ乗れるあれ乗ったことある「河内ペンこんばんはありがとう」「レンタカーかカーシェアリングがおすすめやっぱりそうだよね」「持ったら大変だもんね」ね実家埼玉でさなんか家の敷地内に駐車場があるからさなんか駐車場代とかかかってないからいい。 いいなと思うけど。都内だとね、なかなかね。レンタあ、間違えた。東京住んでたとこは確かに車持ってなかった。ねえ、どこでも割とさ、なんだろう、電車とかで行けちゃうじゃん、バスとか電車で。だからなかなかね、埼玉に住み続けてたら多分ね、車乗ってたと思う。なんか電車もさ、本数が1時間に、私の一番最寄りの駅は、 一時間に四本しかなくて、でそこの駅までもう徒歩十分ちょいぐらいはかかって、終電めちゃくちゃ早くなくなっちゃうみたいな感じだったから、でスーパー行くのに徒歩三十分、コンビニは徒歩七分、これ実家特定できたなとか言って、そう。<laughs> コンビニはさ、まあ近くにあったんだけど、スーパーが遠かったんだよね。だから、まあ実家に住んでたら、車乗ってたと思うな。いや、来る、鬼、こんばんは。今日みんな夕飯何食べた私はね、あのね、お昼をね、遅くにね、3時ぐらいに、 お昼食べたから、なんか、お腹空いてるような空いてないようなみたいな感じで、さっき11時ぐらいに、ブロッコリーとツナを炒めたものだけ食べた。ツナブロッコリー。なんか今週、 明日の夜にはさ、もう名古屋行っちゃうから、野菜とかさ、お肉とか、生もの買っとくと、なんか腐っちゃう。食べきれなかったら腐っちゃうから、ほとんど今週買い物してなくて、スーパーでね。プチトマトぐらいしか買ってなかったんだよね。だから食べ物が、もう食料がなくってさ、 そうそれで冷凍ブロッコリーと缶のツナ使ってそう「名古屋今週土日名古屋だよ」「ガジョーラプタイムくんこんばんはありがとう」「年間3万キロ車乗ろうすごいね」でも乗れば乗るほど上手になるよね。 やっぱさ、車乗った時にさ、あ、この人めっちゃ運転してる人だなとかさ、そうじゃないなっていうの分かるぐらいさ、やっぱさ、ね。おち木曜日、鈴木翔、おち木曜日。ありがとう。しげち、こんばんは。ありがとう。明日、ズームできると思われ。嬉しい。そう、明日夜、ズームあります。明日、前乗りして、ズームがあるので、夜、ぜひ、ズームしましょう。そして、土日は、 ミストフェス土日2本ずつライブがありますので皆さんどうぞよろしくお願いします河内ペこんばんはありがとうあやとさん2度目の訪問ありがとうございます温泉入ったから眠い温泉入りたいわいいな高見さん発もありがとうございます うん、レンタカーにしても運転の基礎力は必要そうレンタカー借りるとしてもあれだよねペーパードライバー教習何回か行ってからじゃないとレンタカー借りれない借りた車はボコボコにしちゃいそうだもん東京埼玉群馬新潟山形秋田めっちゃ走ったな今日なんかでもさ途中途中で美味しいものを食べたくなっちゃうねそうやるルートで行くとなると。 実家特定したできるか <laughs> あのねこれを待ってたんよこの実家特定したを待ってたカレー食べたカレーカレー何カレー食べたカレーも食べたいんだよカレー食べたいんだけどお米がお米不足 <laughs> 米不足炊いてないだけただ炊いてないだけの米不足に陥ってるからカレー食べれなかった。 無印のカレーまた買い足しに行かないと無印のレトルトカレーめっちゃ美味しいよおすすめは辛くないシリーズのうーんとグリーンカレーとなんか玉ねぎ豚肉カレーみたいなやつとかあとレモンカレーみたいなやつ食べてないんだけどこれも美味しそうなんだよね家にある アップタイム君、ウィーこんばんはありがとう。名古屋来るのいついつミストフェス、やそうミストフェス、まだ炊いてくんでなかった、ウヒバナのライブも大手に、牙城大手に入れてね、ぜひぜひ入れてね、ブロッコリーは週3多いので、下茹でしましょう。え、ねえねえ、冷凍ブロッコリーのさ、冷凍されてるやつあるじゃん、スーパーで。 あれってさもう下茹でされてるっていう認識であってる声優の皆さんのお墨付きブロッコリーっていうのを使ってるほんとは生ゆでブロッコリーを買うことが多いんだけどでもなんかさ栄養素ビタミンとかなんだっけな水溶性のものが多いから レンジの調理がいいって言うけどレンジ調理だと週3は減らないのかな確かに週3多いと良くないっていいよねミストフェス楽しみすぎミストフェス楽しみすぎる待っとってすぐ行くから明日やっとプリン出しに行けるお染めるの新しいカラー楽しみ 何色にするの何色何色フェスは立ち回り決めるとどこでご飯食べるねんって結果になる確かに見たいところいっぱいあったりとかあとミストフェスはさ会場移動もあるからさ大変だよね私そういえば今日ネイル自分でしたのセルフネイルやりました土日ミストフェスがあるからあとあれ うんとまつげパーマもした。マツパー行ったし、あとは、ネイルもやった。で、美容室も行った、今週。いろいろちゃんとやったよ。今週ライブがなかったから。そう、特典系の作業と、美容院、マツパ、セルフネイルをやりました。 素晴らしいでもなぜかもうこの時間にはおねむになっているライブがないからねいつもより余裕があるはずなのになぜかもうくたばっているいろいろ寄り道したよ。 食べカレー食べたり、知り合いにあったあカレー、ここもカレー食べてる <laughs>。みんなカレー好きだね。野菜カレーにした。野菜カレー作ったってこと偉い。作ったのかな無印美味しい。無印美味しいよね。そうなの。無印美味しいから、よく無印買っちゃう。あと、ちょっと、あの、あんまり店舗そんなに、 いっぱいあるわけじゃないけどスープストックの冷凍のスープとか冷凍のカレーも美味しいよねげんさんとりこさぶれさん初訪問ありがとうございますウィーバーナーというニットで活動してますさきまると申しますよろしくお願いします染めるピンクかなとりあえず切りたピンクいいね 会社の子がさ、二人ピンクの髪にしててさ、なんか種類の違うピンクだったんだけど、どっちもめっちゃ可愛かった。ピンクいいなと思ったんだけど、私も前髪今金髪だからさ、色入れようと思えば、入るわけよ。二回とか三回ブリーチしてるからさ。でも一回ピンク入れるともう金髪っていうか白っぽい金には戻らなくなっちゃうらしい。 だから前髪ピンクやりたかったんだけどやったら白に戻せなくなっちゃうから悩んでる毎日配信1797日,17日あと3日で1800日だ生産多いと乳管形成になりやすいほうれん草もえー、なんか緑の野菜はさ栄養がいっぱいあるけどそういうリスクもあるってことなんね 毎日お疲れ様。ねえ、ありがとう。授業をさ、やったり、バイトしたりさ、そっちの方が偉いよ、本当にさ。偉い作ったりしちゃった。しかもご飯も作ってる。偉い偉すぎ。私なんて、ブロッコリー、冷凍ブロッコリーとツナ炒めただけ。あ、エジムンド久しぶり。みー、こんばんは。 ねえ元気ありがとう久しぶりさ久々だねさきちゃんのカレーが美味しい懐かしいよさきちゃんがカレー作ってたのは懐かしいね最近カレー自分で作ってないなんでかっていうと食べきれないから食べきれないからさなんかこう1週間毎日カレーみたいな感じになっちゃうとか 朝昼晩全部カレーが3日間続くみたいな感じになっちゃうから最近カレー全然ね作ってないな作りたいなキーマカレーがいいなひき肉誰か僕の土日立ち回り決めてくれんってくらいバタバタしそうあじゃあ決めるよ売りナの日本ライブどっちも両日どっちも来る で、それを確定として、残りの時間で回せるところを決めるっていうのはどう <laughs> そしたらもう、なんかいろんな選択肢が限られまくってきて、悩んだりとかする必要はなくなると思うの。どうかな <laughs> 一人暮らし用の下処理野菜たちのやつ使って、もうそれでいいのよ。そういうのはさ、有効活用していこう。どんどんさ。どんどこ、どんどこ。 有効活用、どんなどことど冷凍ブロッコリー使ったら冷凍庫が開いて嬉しくなった。冷凍庫パンパンでさ、困ってたんだよね。移動時間結構ありそう。ね、結構会場いっぱいあるし、ね、移動時間いっぱいさ、あるよね。 今の白の方が最強だよ。なんかね、白そう、戻せなくなっちゃうらしいからね、白を守るためにね、色を入れないように我慢してる。本当は紫もやってみたかったりとか、なんか前髪が青っぽい水色にするとかもいいなとか思ったんだけど、白を守らないといけないと思って。青森ブルースさん、2度目の方もありがとうございます。 なんて、の、バスセンターのカレー。大盛り900グラム。えもうすぐ1キロみたいなこともうすぐ1キロすごいことだ。よし、あつおもありがとうございます。ウイバナのサ丸と申します。よろしくお願いします。ひろさまこんばんはちありがとう。ありがとう。そんなにカレーカレー聞いたらカレー食べたくなります。責任とって。え、私もカレー食べたい。責任とって 私もカレー食べたいの今。カレー食べたくないどうするカレー食べる <laughs> 今からカレー食べる米なしカレー。ルーならある。米なしカレー。ミストフェス売りの時間はすべて固定素晴らしいそれが最適。最適。 したけどそれでも選択肢多いなるほどねなるほどね何んか他のところ見に行くやつをどうしようかなみたいなことねでもウィーバ花の時間ライブと特典会固定するじゃんで公演地域会とオフ会固定するじゃんしたらあんまり時間ないよでご飯食べなきゃいけないじゃんご飯食べたらあら気づいたら時間ない大変だー <laughs> はぁ。ときよさん二度目の方も、こっこさん二度目の方も、ありスさん発音もありがとうございます。ウィーバンナーとユニットで活動してます。さきまると申します。毎日配信もうすぐ、千、九百日になりますあれ日。あれ、千八百日あれになります。大体十二時、次に毎日配信してます。よろしければ、 ルームのフォローとツイッターのフォローお願いします。今日はラジオですが、だいたい顔出ししてます。白は持って、なかなか色抜けなくなるもんね。そう、なかなか色抜けなくなるからね。そこがね、ネックよね。そう。でも意外とこの前髪気に入ったから、そう。しばらく白前髪で行きたい。モラリーさん、初訪問ありがとうございます。 イバナの丸ですよろしくお願いします。えー、ごめんやん。本当に、カレー食べたい。今からそっちにご飯付きでカレーも、お願いしてもいいちなみに何口、何口、口何口辛口甘口中辛私は甘口から中辛の間が好き。前夜に酒飲みながら立ち回り決めるのが好きなので、明日考える。 おお、さて、植花は何回入ってくるのか無職透明さん、ミッキーさん、初音もありがとうございます。植花の関丸です。よろしくお願いします。前が、白前髪、白前髪する白前髪しようよ、じゃあ。二回ブリーチしたらほとんど白になるよ。多分。 で結構あの何キープもそんなに大変じゃない紫シャンプーで前髪だけ洗って紫シャンプー放置しておいてで後ろは普通のシャンプーで髪の毛洗う決めてもその通りいかないのがまたフェスなんだがね確かに 思ったよりとかなんかちょっと押してたとかなんかいろんなことで難しくなったりするよねひらさんファンレベル6いや甘口待って甘口が一番好きカレーは甘口が一番最高よダンダンテこんばんはありがとうこんばんは土日ミストフェスだよ僕も白前髪したい前髪だよ <laughs> 確かにでも伸びてきたからちょっとあるよもうちょっと 伸びてきたら大丈夫だよちょっと今は短いけど私抜けづらいオレンジのことあでも確かに抜けにくい子だと1回とか2回ブリーチしてまださ髪の毛オレンジっぽくなるもんね確かにそうするとピンクとかオレンジは入るけどとか赤は入るけど白にはならんよね 確かに抜けにくい人とさいるもんね私結構抜けやすかったんだよねでもシグマの方が抜きやすいって言ってためっちゃねブリーチに合った紙質してるらしいマキも抜けるって言ってたけどそうでもね確かにこうブリーチでどんくらい抜けるのかって 個人差、めっちゃあるもんね。ハリボーさんにドメの方もありがとうございます。知り合いに会って当日話と変わった道でアイドルに会うと、ライブ恋と言われて変わったり、これが別は確かにね。まあでもそんなミストですがある週に、私、ウイバナの配信に来てしまったということは、これはきっと、 ミストフェスで、うい場の、見る、という、運命なんではないでしょうか。川さん、初音もありがとうございます。エンパおたカハート集めてきました。ハート集めてきてくれたの星じゃなくて、ハート集めてきてくれたの。新しい。<laughs> ありがとうございます。エンパエンパちゃんだと、あれだよ。うんと、ねえ。 なぎちゃんがこの前かぶったときにあのめっちゃ歌が好きですって言ってくれてあの一緒に写真撮ってもらいましたそうシーバ田ーさんレベル8ありがとうロンキューさん番レベル6ありがとうカレーと恋は甘口がいいよねわかるわ <laughs> かんないけどわかるー <laughs> 青い彗星さん2度目の方もありがとうございます赤系すぐ入んのよ巻きタンカラーに合わせていこうかなでもあれだよ赤のあの巻きの赤はさキープするのめっちゃ大変だよだってあれ1週間に1回とか2週間に1回とかさ自分家でさなんかさ赤のさ染めるなんかやってんだよだから指先とか赤くなっちゃったりとかさしててさありは大変だよ本当に。 ね、台湾では岩田さんリスト見るんですけどなかなか今度見たいなと思ってあぜひぜひあの茶祖ちゃん生誕に出させてもらうんでもしかしたらその時に見れるのではと思っております是非是非見てくださいお願いします同じ道をみんな歩くから普通にアイドルに会う多分今年もそうなそうだよね確かに特典会までの移動とかも含めてさ もうあの辺のさエリアにアイドルうじゃ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 いることになるもんね冷凍ブロッコリー袋に加熱の必要性が書いてあるらしくそれであのええー、袋読まなかったちゃんと見るわ皆さんのお墨付きブロッコリーとりあえずそのフライパンで炒めたから加熱はしたんだけど茹でてはないって感じそう 星だやっぱり <laughs> ハート集めてきた人さ今までいなかったからさ新しいなって思ってた <laughs> 新しいねツイッター見ましたあ本当にありがとうそうそうそうなぎちゃんあのイバナのファンの人がなぎちゃんに CD 渡してくれてそうそう CD もらいました」って言ってめっちゃ喜んでくれてたわかるコイもカレーも甘口焼肉のタレも甘口 <laughs> でもリアル焼肉のタレ甘口派カラーバターだっけそう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 カラーバターなんだっけなエンシェルスみたいな名前のエンシェルス <laughs> 違うかもあでもそんな感じ エンシェルスって名前だった気がするなんかエンジェルみたいなマークのやつそう昔一緒にマキと一緒に住んでたからその時よく見てたなお五5月 28? ですね6月28 <laughs> あれ母さんちょっとあれですね 天然ですか <laughs> ハローパーコーハロービビタンハローペーハローペーこんばんはありがとう最近ビビタンに会えてないね寂しいねあその紫使ってあそれだそれ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 だそうなんかいろんなカラーがあるっていうやつそうなんかあれが一番なんか多分 有名というかまあ何だろう無難にこうみんなに周知されてるやつだよねそうそううちもいつか前頭ピンクとかやりたいなうんなな小舟さんファンレベル8ありがとういや焼肉のタレは中辛えたまりなたま <laughs> りなさいよ 甘口やろ、そこは。平成6月28 <laughs> やっぱり、ちょっと、いいキャラしてますね。初回から。とても素敵なキャラクターが。<laughs> ゆっぴさん発音もありがとうございます。おかっちさん2度目の方もありがとうございます。岩なの先まれで,です。よろしくお願いします。 混ぜて使う、あ、そう,そうそうそう、マキもなんかね、ピンクと赤かなんかをね、混ぜて使ってたよ。そうそう。赤だと本当の赤に、真っ赤っかになっちゃうから、なんかチェリーピンクみたいなのと、赤を混ぜて、なんか、いい色にしてた。そう。まだ名古屋の準備全然してないから、やばすぎくん。皆様。 明日は前のリズームがあります。そして土日はミストフェス。よろしくお願いします。小鉄さん、藤っきいさん、初音もベイビーデルさん、初音もありがとうございます。ウイバナのサキマルと申します。よろしくお願いします。会いたいな、あれき、あれで見たいい感じよ。すっぴんだったから写真撮ってないな、まだ。<laughs> とても陽きでした。 かわいい。おやすみなさい。あと2回寝た。あと2回寝たら。あと2回寝たらってもうすぐだね。だってもう1回目はすぐ寝ちゃうし。ね。もうすぐ、もうすぐ。オフ会もあるし。チェキ会もあるし。楽しみましょう。ジュンディーお帰りなさい。もう終わっちゃうんだけど。スズハおやすみなさい。ゆうくんおやすみなさい。では、では、おやすみなさい。 まるまるさん、バンド対バン詳細は、あバンド対バン詳細もうすぐ出る。イスト、もうすぐ出るよ。他のバンド、4バンドとかだったいつ公開、いつ公表していいのか確認してみるね。聞きやすい声です。フォローしますあ。ありがとうございます。やったーそう、なんかあの、ちょっとハスキーなんです。 <laughs> 母さん、フォローありがとうね。燃えないゴミ出そう。燃えないゴミ出そう。お疲れ様でした。おやすみ。ロンキエさん、おやすみありがとう。親子、どんどこ、どんどこ、どん、おやすみ。名古屋いるどンちゃん。順に名古屋気をつけていきますね。トラジルおやすみ、中から譲れない。嘘でしょ。焼肉のタレは甘口にしな今後の人生で。 もう <laughs> 原さんおやすみなさい。やすとおやすみありがとう。ちょっとだけでした。おやすみなさいありがとう。ビビタンおやすみ。また明日ね。バイバイ。おやすみなさい。ありがとう。